では激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということで今回ですね、福岡県福岡市大名にやってまいりました。こちらね、大名ね、あの結構ね辛い料理なんかいっぱい多くてですね、先日もあっちの方にねなんか辛い辛麺があってね、すぐ近く元歩3分以内圏内で、結構ね大名はね激辛激戦区でございます。今回はですね、こちら、ホットドッグ専門店マモール店というお店にやってまいりました。こちらになんとも恐ろしいシニカラチリドッグというとんでもない激辛ホットドッグがあるということで今回やってきました。ホットドッグの激辛、まあ多分初めてかもしれないですね。ハンバーガーはあるんですけどホットドッグは初めてということで、果たして、ね、どれほどの破壊力があるかちょっと早速調査してまいりたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。福岡県大名にあるマモール店、お昼はホットドッグ専門店、夜はバーになるお店だ。こちらの激辛メニューは販売直後大きく売り出したらしいが、あまりの辛さにギブアップ者が続出し完食できずに残されることに心を痛めた店主が裏メニューに封印したのが今回挑戦するシニカラドッグだ。まずは熱した油でソーセージを揚げ、炒めたミートソースの中に小口にカットした青唐辛子を追加します。続いてパンを焼き上げ、先ほどのミートソースに2種類の激辛唐辛子を振りかけていきます。こちらの大魔王と呼ばれる唐辛子はギネスに登録されたキャロライナリーパーを使用、タバスコの辛さ1000倍とも言われている激辛唐辛子だ。さらに一味唐辛子も振りかけます。焼き上がったパンにマヨネーズ、レタス、水菜をのせ、ソーセージを挟み、激辛ミートソースをトッピングします。仕上げに一味唐辛子と大魔王を振りかけたら完成。マモール店激辛メニューシニカラドッグのお目見えだ。やばそうな匂いがしますけれども、じゃあちょっと私激辛ジョニー男になりたいと思います。それでは行きましょう、いただきます。さあシニカラドッグお手並み拝見ですよということで、さあまずはコーラでお口を潤わせてから行きましょう。ミートソースに唐辛子を使ってるんですけど、これはスピード勝負だ。時間かけて味わってたら死ぬぞこれ。あとは辛すぎてよくわからない。強烈、一瞬で汗が吹き出してくるぞ。一応あのスタッフさんに聞いたところ、これ比率的に10人食べて気合入った人が1人食べれるか食べれないかぐらいって言ってたんで、納得、文句なし激辛。食べるとこんなになりますよ、多分。なりますよ、かなりすごい方ですよね、やっぱり。なんかみんなも阿鼻叫喚しますから、それだけで食べる人がいるんで、ちょっと値上げしてるのもあります。確かに遊び半分で食べるもんじゃないの。汗が止まんない。よかったらなんかまだまだいけそうなんで。え、いや、あ、ちょっと一緒のまた。え、一緒の？よかったらいけるんだったら。シニカラチリドッグ。シニカラ、はい。よかったらです。同じの。
うわ、ガチだとんでもねえとんでもねえ、ミゼラもう一本おい、どういうことだ、もう一本来たぞおい、しかも、同じの。確かに、まあ、お腹の減り具合としてはもう一本いけそうかなと思うんですけども、これね、結構辛いから、とんでもなく辛いんですよ。死に辛ドッグ2本目、これ食べたら2回死ねるってことですからね。うん、これいきます。よし、いきます。うーん、1本目より2本目の方が辛く感じる。ごちそうさまでした。この辺、ぐわー、灼熱、文句なしの激辛ホットドッグでした。こんなに辛いホットドッグ初めて食べた。辛くて。またもう一本。いらんわ。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ホットドッグ専門店マモールデンさんの死に辛ドッグ、辛さレベルじゃらららら、じゃん、辛さレベル 8.5 です。 8.5 になりました。激辛ホットドッグ専門店ではありませんので、まあいろいろね、チーズドッグとか、納豆ドッグとか、海苔わさびドッグとかね、変わり種のなんかいろいろホットドッグ食べれますんで、ぜひ福岡県大名に寄りましたらマモールデン食べてください。ということで今回やってきましたけども、今回も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで紹介していきたいかなと思います。ペンネームウィンターマークさん、これ多分僕がこの前なんかラーメン食べた、激辛ラーメン食べた時のコメントですね。7歳の息子がラーメントマトスープ美味しそうって言ってますと。あ、トマトスープじゃないぞあれ、トマトラーメンじゃないぞあれ、なんかヘルシーなラーメンになってますから違いますからね、しっかり辛いですと。ペンネームショウさん、お疲れ様です。九州なら吉野家は外せないですよ。激辛じゃない吉野家、全国チェーンだ、いい加減にしろ。